と褒めちゃいけないんですか？普通でも褒めてほしいです。よろしい。本当に篠崎さんは私の自慢の後輩さんです。うちの会社の先輩は小さくて可愛い。にゃおーにゃおーにゃおー。何してるんですか先輩。篠崎さん、おはようございます。おはようございます。過ぎて寝ちゃダメですよ。もっち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 。おお、先輩の小さい手が俺の肩にもちもちしてる。めっちゃもちもちしてる。なんだこの究極の癒しテーマパーク。篠崎さんもすごく硬い。それに大きくて私の手じゃ気持ちよくさせてあげられないかも。先輩、あの、俺も十分なんで。気持ちよかったですか？はい、いろいろ限界でした。遅れますように。先輩特製人の字です。どうぞ召し上がってください。ちか、先輩の小さい手が目の前に。もったいなくて食べられないんですか？足りなければまた作ります。たくさん食べていいんですよ。圧倒的奥さん感。では、あの、遠慮なく。くすぐったかったですか？鼻息が。いえ、大丈夫です。どうですか？はい、頑張れそうです。ありがとうございます、先輩。明日の本番前。